システム Z、IBM JAS、IBM システム Z、IBM z e n t e r p r i IBM Z システム、IBM Z は、IBM が開発、販売するメインフレームコンピュータの2000年以降のブランド名。1964年のシステム360からのアプリケーションプログラムのバイナリーレベルの上位互換性と同時に64ビットアーキテクチャの z アーキテクチャーに基づいて設計されている。サポートされるオペレーティングシステムは Z-OS、Z-VM、z f a s i a Z-TP 界、Z 版 Linux など、2010年のゼンタープライズよりオプションの ZBX 上でパワーよび X86 プロセッサを搭載し、X、X86 版 Linux。 Windows サーバーの同時稼働が可能になった。最新版は2017年発表の Z14。正式名称はそれぞれ IBM S サーバージャース、IBM システム Z、IBM ゼンタープライズシステム、IBMZ システム、IBMZ である。IBM のサーバー全体のブランド名、IBM システムズを構成するメインフレームのブランド名で Z はダウンタイムゼロ。 高果要請を表す。JARS、システム Z、ゼンタープライズ、Z システム、IBMZ は、IBM システム360やシステム370の直径の子孫であり、上位互換性を持つ。システム360用に書かれた24ビットのアプリケーション、バイナリーの実行モジュールは、40年を隔てた最新のシステム Z でも、一部の例外を除き、 修正なしで動作する。1990年代より各種オープン標準 TCP、IP、Web サーバー、Linux など2000年には 64bit アドレッシングをサポートした。IBM は IBM のメインフレームはレガシーではない。世界的には UR クロード、Web、ERP などの用途が50%を超えていると主張している。 高い信頼性、可用性が求められる業務、過去の資産、プログラム、運用管理などを継続したい場合、多数のサーバーを統合したい場合などに使われている。筐体の色は、エサーバー以降は、センクパドと合わせてベースは黒、アクセントは赤に統一された。しかし、Z10 からは、グリーンコンピューティング、環境負荷が低いを意識して、アクセントは緑に変更された。 システム Z の主な特徴は以下である。ゼンタープライズでは従来からの Z アーキテクチャプロセッサーに加え、パワー及び X86 プロセッサーも搭載可能となり、全体を統合資源管理ソフトウェアでワークロード管理可能となった。2015年1月 Z13 発表時にブランド名称が IBM Z システムに変更された。S 390以降の主な製品の型番と使用は以下の通り。システム ZQEC の場合、最大64個のプを搭載し、1秒間に約186億6千万回の命令を実行できるとされている。1台の S54 は1日に10億以上のトランザクションを処理できる。64個のプのうち2個はスペアプとして使用され、ブックあたり2個のプが合い。 ほ暗号化、メモリ制御などのプロセッサとして使用される。結果的に54個の P をユーザーが決定した役割に設定でき、汎用プロセッサとしても、それ以外 ICF の用途にも使うことができる。システム Z10EC の場合77個の P を搭載し64個の P をユーザーが決定した役割に設定できる。システム Z9EC の場合、 プ内部の命令実行回路は二重されており、すべての命令は二つの回路で並行して実行される。この二つの回路の命令実行結果が異なってしまった場合、再度命令を試行して、それでも結果が異なる場合は、そのプで実行していたタスクを自動的に別のプに移動させる。その時スペアのプが空いていれば、それを使うこともできる。 システムは自動的に IBM のサービスに連絡 RSF を押してサービスエンジニアが代わりのプロセスサブックを持ってきて交換を追う。この時システムを停止させることなく動作したままで構わない。このように部のハードウェア的な冗長性をベースとした高信頼システムが構築されている。同じことはメモリにも合い、王にも電源にも冷却機構にも言える。 ほとんど考えられるすべての部品が上調化されている。そして、この機能はハードウェアとマイクロコードで実現されているため、アプリケーションが特別なコードを使う必要はない。同じコンセプトはクラスタ構成にも適用される。システム Z は確かに高価であるが、信頼性の高さが TCO 削減となって効果を発揮する。このため政府、金融機関、商業、 工業など、あらゆる場面で使われている。IBM システム Z は、IBM システム360の直径の子孫である。このため過去の歴史を記載する。詳細は各リンク先を参照。1964年システム360シリーズを発表、大ヒットとなる。24ビットアドレッシングであった。1970年システム、 370シリーズを発表。仮想記憶を実現。合計は大型の 30X0、303X、308X、3090、中型の4300、小型9370となった。1990年 ES9000 シリーズと ESA390 アーキテクチャを発表。同時に従来の三千九十。 4300、9370は ES、ES3090、ES4300、ES9370 に解消され、後に、ES9000 ES、ES9021、ES9121、ES9221 に移行した。1994年、S390 並列エンタープライズサーバーを発表。 CMOS プロセッサーへの移行、クラスタリングである並列、シスプレックスが採用された。また小型の IBM マルティプライズ2000、3000を発売された。2000年10月ブランド名称を IBM エサーバージャースに変更。同時に64ビットアドレッシングのアーキテクチャである Z アーキテクチャと最上位のジャース9 0 0を発表。年月ブランド名を IBM システム Z に変更。同時に最上位のシステム Z909 を発表。最上位機種が出た1、2年度後にそのモデルアップ、反映した中型機種が発表されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。